どうも、恋桜です。なんかチョコレート食べたいなとか思ったんですけど、少しなんか食べてね、ダイレクス来たんですよ。そしたら不思議やね、やっぱなんか食べて、お腹が満たされとったら、そこまでなんか食べたくないよね。なんかチョコレート買おうと思ったんやけど、やめた。で、今日ね、とりあえずは洗剤と梅茶漬け。これ洗剤ね、結構入っとるやつだよな。こんぐらいのやつ。これね、消費税入れて300円、299円やったかな。ちょうど切らしたところやったんで入れました。で、朝ごはん食べていくときの朝、いつもお茶漬け、熱いお茶漬けじゃなくて、冷たいお茶漬けです。あと何か買おうかな。大人なガリガリ君ゴールデンパイン 8%、でも果汁33って書いておく。 8% っていうのはこれどういう意味？あ、消費税か。そうかそうか。安いでしょ。260円ぐらい大体。これ前に1回食べたらめっちゃ美味しかったです。本当に。これにしよっかな。どうしよっかな。はい。今日の買い物はこれです。洗剤と惣菜。ソフトにお茶漬け。もうこれでいいや。家にもね、結構なんかあったような気がするんですよね。今日と明日の分。大丈夫と思う。台風が今来てます。どんどん来てます。今夜未明から明日の朝午前中にかけてでしょうね。かなりノロノロしてるんですよ。明日はね、会社のというかね、職場の方がほとんど交通機関午前中ちょっと難しいんじゃないかっていうので、自分だけなんですよね、歩きで来れるのは。だから明日はね、ちょっと午前中頑張って一人でいろいろやっていこうと思います。そして午後には、午後というかね、正午には帰れると思うんですよね、仕事終わって。それからまあ15日までお盆休みなんで、明日は頑張ります。それでは